はい、どうもこんにちは、山と申します。毎度おおきに。さて皆さん、ワザップというサイトをご存知でしょうか。このサイトはですね、誰でも自分の裏ざっかくぶれて、こんな書き込みもあります。ピーマンとキュウリ、人参、1939、結果、あ、ごめんなさい、メモとして使ってました。だとしても何のメモ。何をメモして何を作りたいのこれ。まあ、なんか買い出しの時のやつかもしれないけど、何を作りたいの。まあ、というような書き込みもありつつ、まあ、中にはですね、まあ、結構ガセネタもあるんですよ。なので今回はそんなワザップからですね、何個か裏技ピックアップしまして、その裏技が本当にできるのかどうか試していこうと思います。さあ、まずはタラポートの散歩にやってまいりました。ホコバリアがほぼ透明になる。こんにちは。今回はホコバリアが透明になる小技を紹介します。1、タラポートショッピングパークに行く。ルールはホコ左の逆。新しいパターン来ました。ありがとうございます。2、そしたら関門を突破し敵陣に行きます。3、そしたら黄色と赤の文字が書いてあるものが貼ってあるところの右の角に行き、そこの角でカウントがなくなるまで待機し、います。4、そして再びそこに行くと、結果ホコバリアが透明になる。周りの黄色いキラキラ等は残ります。ホコバリアが透明になるって初めて聞いたの。やってみよう。さあ、ホコ割りまして、で、まず関門を突破すると。はい、さあ、まず関門突破しました。はい、で次ですね、黄色と赤の文字が書いてあるものが貼ってあるところの右の角って書いてある。まずそれを探すか。いや、これか。黄色の板と赤の文字ってこと。ここの右の角、あ、ここってことか。なるほどね。オッケー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 、任せて。オッケーオッケー。この右角でデスすると、5、4、3、2、1、バコーン、ドコーン、バキーン、ドキーン、バコーン、バコーン、ダイソン。で、再びそこに行くと、ホコのバリアが透明になってるんやって。さあ、来ました。はあ。はあ、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 はあ。はあ。全然透明ちゃうやん。なんかちょっと左半分は透明感あるけどな。あ、わかったー。このね、緑の壁、ここを通すとちょっと透明っぽく見えるから、ここの角じゃないね。こっちや。ここにも黄色とほら赤のやつあるやろ。ここやな。うわ、間違えた。さあ、爆発しました。これでだいぶバリアが透明になるんちゃう。ほらほらほら、結構透明になってるでしょ。ほら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 、見て、結構透明になってる。なるほどね。ここに置けばバリアが皆さん透明になるらしいですよ。けど、これさ、別にさ、角じゃなくてもよくない？角じゃなくても、普通にこう緑の壁やったら別にどこでもいいんじゃん。あー、これ壁やといまいちやな。なるほどね。やはりあの角じゃないとダメらしいです。いや、何を突き詰めてんねん。さて、お次はハイカラシティの広場にやってまいりました。キングクラゲ召喚。こんにちは。ダウンロードコンテンツのハイカラシティでできる裏技を紹介します。1、ハイカラシティに行く。2、広場中央にある横断歩道が交差するオレンジ色の枠の中に小さい方のクラゲを連れていく。3、枠の中に小クラゲが8匹集まると合体してキングクラゲになる。何、スライム。キングスライム的なノリ。ちなみに大きい方のクラゲは8匹いなかったので試せませんでした。結果、巨大なクラゲを召喚できる。この横断歩道が交差する、あ、このオレンジのこの枠内や、この矢印のぐるんぐるんでなってるとこ、ここに小さいクラゲを8匹集めろと。オッケー、任して。けどこれさ、集めてるうちにどっか行っちゃうんじゃん。これ地味に面倒いやつやん。さあ、行け、さあ行け、さあ行け。あ、これイカ状態の方が押しやすい。あ、イカ状態の方が押しやすいかもしれない。さあ、まず1匹。さあ、2匹。外側から行くか、これ。ほら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 、逃げ出してる、逃げ出してる。めちゃめちゃ逃げ出してるやん。これ無理ちゃう、集めんの。ほらほらほら、逃げてく逃げてく。あ、一応もう8匹はこの中にいるわ。ほら、1、2、3、4、5、6、7、8、8匹いるわ。ほら、もう逃げてく逃げてくって。もう1匹たりとも今枠内入ってないから。さあ、いいよ、外側からどんどん行こう。あ、徐々に集まってきてるから、手上げてる場合ちゃうね。全然シャツ似合ってへんで。さあ、集まってまいりました。さあ、ここには7匹しかいない。あと1匹どこ行った？あ、いたいたいた。お前、だいぶ遠いな、おい。なあ、ちょっと君たち、なんそ、なんすのどっか行くん？なあ、もう無理やん、これ。なあ、不可能ちゃう。ほら、3匹枠ない。はい、3匹枠ない。来ました。3匹枠ない、来ました。なんか、所定の位置に戻ろうとしてない？クラゲたち。なあ、これ、そもそも中央に8匹集めることが無理です。
不可能ですこれ。ほらもうクラゲがね、こう一匹やってるうちにこう他のクラゲが所定の位置に戻っていくんやって。集められへん。最高3匹やわ。いや分からんよ、これガセネタじゃない可能性もあるから一応 YouTube で調べてみる。ハイカラシティスペースキングクラゲでしょ。ねえ。ない、ない。ガセ。いやこれみんなもやってみて。マジでこん中に8匹集めんの不可能やから。さとつきはヒロモノでやってまいりました。なんか乗れる。こんばんは。手順1、オルタナの下る登る高台生活の贅沢なルーティンに行きます。2、最初の茶色い床をちゃんと塗っときます。3、タコ2匹を倒します。4、タコに小鮭を倒して、タコに小鮭を倒して、小鮭でタコを倒してってことかな。後ろの壁に張り付き、5、ちょい下がったぐらいでイカロールします。下がってすぐにイカロールすると乗れません。慣れればいい感じのが分かります。タコを倒すと地面が下がります。動画見ろ。説明が上手だったらかもしれません。よくごじるならごじるならすみません。結果乗れたのだ。マジでよく分からん。とりあえずやる。登る、下る、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 登る。あった、こりゃ。さあやってまいりました。で、最初の茶色い床ちゃんと塗る。これか、これ塗っとけた。はいはい、塗ってみて。はい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 。で、タコ2匹を倒す。はい、あ、できた。タコ2匹倒す。はい、倒した。で、あ、で、小鮭でタコを倒して後ろの壁に貼り付け、あ、これで、ちょい下がったぐらいでイカロールする。どういうこと、こう。あー、そうすると今これ、あ、ここ乗れへんけどや、今ここ乗れへんやん。これに乗れるようになるんだ。オッケー、じゃあやってみよう。小ジャケで倒して、これいい感じであらせればいい。このタイミングでこの辺、あー、乗れたー。確かにここ乗れへんもんな、普段な。あ、こっちも乗れんじゃん。あー、すごいすごい、乗れるやん。へー、っていう裏技でした。どうですか、皆さん。すごいよね。いや、すごいね。いや、乗りたかったんで、ずっとここも乗、こう乗りたかったんな。こう乗れへんかな、乗れへんかなと思って、やっと夢が叶いました。皆さんは、どうですか、夢叶いましたか。叶ったやんな。うん、そらそうよ。みんな乗れなかったもん、そら。次行こう。さて、次はタラポートの散歩にやってまいりました。新ステージでめり込み。こんにちは。今回は新ステージでめり込みを紹介します。1、タラポートショッピングバーグに、ね、ルールはガチャグラで。2、そしたら第1関門を突破する。3、第1関門を突破してすぐ茶色い床があります。そこのヤグラが通り過ぎるところにインクを塗り、イカの登り状態にします。4、ヤグラが戻ってきて地面にめり込んだら成功です。結果なるほどね。まあまあまあ、あの要はあるめり込むやつや。これあの実践で試したらあかんね。で、まずは第1関門を突破します。さあ突破しまして、突破したんやけど、え、どこでイカ登り状態になればいいのこれ。あ、あー、ここや、ここや。オッケー、わかったわかった。ここや、ここ、ここ、ここで、ここやろ。これでめり込むんじゃん。はい、来た。はい、来ました。ほらほらほら、来た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 。ほらほらほら、落ちた。うわ、下水や。いや、もうちょっとなんかあの探索できる場所ないかな。さあ、めり込んだ。はい、からの、あー、出てきた。じゃあ出てきちゃうんや。左行ってみよう。あー、左も出てきちゃう。はい、うわー、すごいすごい、どうなってる。逆立ちしたよ。あ、え、ちょっと待って、はまった、はまった。え、はまったんやけど。なあ、どういうこと、動けんくなった。ちょっと待って、これジェットパック使ったらどうなる。あ、あ、上や。どうなる？いや、ちゃんと地上。いや、頭はまる場所ね、見つけたことによって、こう、わざっぽまた超えてしまいましたね。うわぁ。今度俺が書き込んどこう。さて、お次はロビンにやってまいりました。
新武器フィンセントのワザップ4。おはようございます、こんにちは、またこんばんは。今回初投稿でカメリングです。新武器フィンセントを使って回転切れてしまった件について検証をお願いします。手順1、バトルポットに向かって直前に入れる、カッコ ZR を寝ながら押し右のカッコちゃん。手順3、バトルポットに入る直前で ZR を押してフィンセントをフル動作をする。手順5、そのままバトルポットに入る奇数好き。奇数好き怪文っぽい。奇数好き、奇数好き、ああほんまに怪文や。キス、キス、う、好き、キス、う、キス、う、好き、あ、ほんまに怪文やん。びっくりした。え、これだけでバトルメニューで一瞬フィンセントを持ったを回転切りした状態を確認できるよ。しょうもないけどごめん。え、結果新武器フィンセントのカットいかがで収束できる。オッケー、フィンセントまだ持ってないんで買います。オッケー、チケットがね過剰にあるんで余裕で買いますよ。あれ、フィンセントどこ。あたたたた、装備して、でまずバトルポットに向かってこう直線上にこうやって塗んねんて、シューって塗ってって、でこの入った瞬間これぐらいで ZR を押してフィンセントフル動作をすると、でそのままバトルポットに入ると回転切りするらしい。いくよ、スーンっていって、ションお。あー、まあまあ振りながら、振りながらなんかこう、なんかこっち向くみたいな。あ、なるほどね。まあ、回転切りとかなんか普通に切ってんだけどな。あー、なるほどね。向こう側からこっちにグルンって今来たね。普通はこうなんか前のこれ180度だけって言ったらいいかな。けどなんかもっといく。270度ぐらいまでいくよこれ。あ、こういうことやろ。はあ、なるほどねなるほど。フィンセント勝ってまでやる裏技ではなかったね。うん、大体分かってたけど。